はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは。今回はね、アップデートでね、ガンマのクールタイムが早くなったトドロキさんが全然使われていない件についてね、言及していきたいと思います。まあもちろんね、トドロキのプレイ動画解説していきます。この試合めちゃくちゃいい試合だったね。ぜひ最後まで見てください。さあ目の前にバクゴがいる。これはアルファ一発あって、ちょっと沼っていますね。これはなかなか難しいんです。このベータを打つことによって敵の射線遮ることができます。もちろんね、自分が不利になる場合もあるので、使う場所は要注意が必要ですね。さあ右用が攻撃仕掛けてくる。コンプレスのアルファが当たってしまう。で、これ多分爆豪はもうダウンしてるっぽいな。さあ寄っていって、爆豪ダウンしてるね。ミリオンに対してアルファ撃って、これは回避で避けて、アルファ一発撃って、もう一発撃って、結構削れたんじゃない。これガンマで近寄っていくも、これは逃げられてしまう。コンプレスも逃げていきましたね。まあこれは致し方ないです。一旦戻って、そしたら、物資取っちゃいたいですね。そうだ、炎症ダメージってなんでダメージ計算に加算されないんだろうね。なんかさ、すごいさ、ダビとかさ、ダメージ出してるはずなんだけどね、炎症ダメージも含められたら。炎症加算してほしいなぁ。なんか状態異常系ダメージに加算されてない感じあるから、それ加算されればね、だいぶ数値も正しくなるんじゃないかな。多分されてないよね、ダメージ系。今399のまま変わってないからね。まあ、で、今回なんですけど、トドロキくんガンマ上げしていきます。僕はね、トドロキくんガンマ上げ派なんですよね。楽しいんだよ、ガンマ上げがひたすらに。なんかわかんないけど楽しいんだよね、ガンマ上げ。なんでなんだろうね。あ、これ滑ってんのが楽しいんだろうな。ちょっとアホな理由なんで。やっぱ滑ってんのが楽しいんだよね。これガンマ、階段下まで行くんだね、ガンマはね、しっかりね。オッケー。削っていって、僕ちょっとシールドがないんできつい状況ではありますね。で、ガンマ4、アルファ2っていう感じになりましたね。だいぶ低い。だいぶ弱い。このままでじゃあちょっとだいぶ不安なんで、一旦シールド回復しておきましょう。さあ、この建物の中に敵がいたはずなんですけど、ちょっともう逃げたかな。逃げたっぽいね。どっかでやり合いそうだけど、ちょっとこれ索敵しながら、雷ね、これガンマ撃つ。避けられて、敵のガンマが、これベータで返す。いいね。で、もう痺れてるから、食らってしまう。まあまあまあ、しょうがないね。で、これは無敵時間を利用して、ここ出て、滑る。これで逃げ切れるはずですね。危ない危ない。ちょっと味方のデクが今放置しているんですが、僕は体力回復していきましょう。放置は許されませんからね。いいですよ。さあ、これ体力回復完了して、シールドいただきます。ありがとうございます。さあ、シールドも回復して、1個しかないですけどね、回復して、まあ、苦しい状況なんですけど、これはガンマを打ちまくればワンチャンあるなって思ったんで、ガンマを打ちまくって、アルファも打ちまくります。まあ、これでダメージを稼いでいきましょう。いいですよ。まあ、だいぶ敵パーティーも欠けてるんじゃないかな、状況的に。ヤオも落ち着けないね。これガンマ打って、オッケー、しっかり組み切っていく。さあ、コンプレット、多分これまだ中いるんだよな。で、ガンマが溜まったので、これガンマ置いといて。相澤先生、ガンマ食らったね。だいぶ苦しいんじゃない、これ。さあ、雷もいる。これガンマ、雷を打っていく。ちょっと今ね、雷の痺れるやつ食らっちゃうんでね。この電池、お茶子、かわいそうにこれ。これ、痺れたらマジでしんどいよな。死ぬもんな。痺れ時間長いんですね。ちなみに雷のガンマよりも、電磁線ワイヤー、電磁線ワイヤーだったのかな、あれの痺れ時間の方が長いんですよ。あれ食っちゃうと、ほんとしんどい。いや、マジでほぼ角で、痺れてる間に雷のガンマが来ますね。恐ろしいです。さあ、相澤先生、瀕死にして、プルスウルトラ切ってきた。これ、逃げたいっぽいな。うん、逃げのプルスウルトラだね。まあ、これは追うのはちょっと無理なんで、一旦シールド回復しておきましょう。さあ、シールド回復完了。で、相澤先生も倒しきったので、一旦次の戦闘までカットしちゃいましょう。さあ、アンチ街から戻っていきます。めちゃくちゃ嫌ってるね。コンプレスにアルファ2発あって。室内またこれ結構いるな。室内戦のトドロキはね、意外と強いんだよね。やっぱね、地上に面してるからね、すごいね、室内って強いんだよ。このガンマで滑っておく。もう敵もね、対応できないんだよね、このガンマ。結構ね、移動スピード速いから、意外と、おー、カメリは、あー、足んないか。ガンマのね、維持は、短くなっちゃったからね。うん、こう見ると、シーズン1のトドロキはぶっ壊れてたね、マジで。アルファ3発入ったか。4発か。4発ぐらい入ったか。かなり入ったんだよな。しかも雷よりもノーリスクでアルファがめちゃくちゃ入ったんで、まあバランス的には今のバランスが正しいんだろうね。ただやっぱ環境が苦しさを紛らわせてないっていうか、やっぱアップデートでガンマのクールタイム早くして、まあ、トドロキ苦しくないよと思いきや全然苦しいみたいなところある。全然苦しい、すごい苦しい、結構苦しい。うん、オールフォーワンがこの試合まだね、あんまりいないんで楽なんですけど、オールフォーワンがいると一気にむずくなるんだよ。このガンマ発動中って回避判定扱いにもならないから、もう普通にね、走ってるだけなんですよ。で、これね、一回発動しちゃうと止まることができないんですよね。なので、オールフォーワンのガンマに座れます。はい。ガンマで突っ込んで、敵がひるんでます。で、無敵時間あります。で、僕が逃げようとしたら、普通に座れます。
結構範囲広いからな、オルファーのガンマも。さあ、これ、爆豪に2発当てていって、これ追いかけちゃいましょう。爆豪倒しきりたいね。で、ガンマこれミスっちゃって、爆豪ちょっとね、見逃したってか、ちょっと見失っちゃいましたね。まあ、でもこれしょうがない。お、見失ってない。見えましたね。これ、アルファ打って、爆豪に、一発だけ当たったね。これは逃げ切られるね、さすがに。でも、ガンマで追いかけます。別パーティーがやり合ってるから、ちょっとこれはね、もう突っ込むしかないです。ガンマ突っ込みして、しがらきダメージ。これはベータめっちゃ入った。いいね。かなり入ったね。さあ、アルファと特殊アクション使って、デク結構削った。さあ、一旦これは、目の前にしがらきいるから、アルファとガンマアルファでしっかり倒しきる。ダビンもいるね。このダビンに対してガンマ打つも、これを外れて味方が倒しきってくれる。ちょっとこれ外出ちゃいましたから、まあ一旦シールド回復巻いておくと、と思ったら目の前で蘇生。はい、右を頑張れた。はい。さあ、これコンプレスを起こしますよね。これガンマ打てばよかったな。ミスったな。まあしょうがないですね。シールド回復巻いちゃいましょう。これまた。オッケー。さっきね、コンプレスが邪魔したからね。まあ、コンプレスがどっかで起こしているんですけど、まあこれどこを倒そうかなって感じですよね。爆豪がいるんで、これ爆豪を狙いに行くのもありだね。全然アルファがあったな。回避のタイミングがめちゃくちゃうまい。回避のタイミングマジ噛み合わん。とどろきの連射力だとね、普通に回避しきられるんだよな。だ回避の後に、なんか、デクとかだったら、回避した後の次のアルファがね、間に合うんですけどね。とどろきは間に合わないみたいな。まあ、ギリ間に合うのかな。でもむずい。距離があるとなおむずい。さあ、これ、コンプレスしっかりアルファ当てきって、見ておけれるのが強いな。がきついよね。やっぱアルファの連射力上げてもいいんじゃねって思っちゃうんだけどな、どうしても。地上しか移動できないし。そしたら強すぎるんだよね。またガンマコンボが成立しちゃうから難しいとこなんでしょうね。さあ、これガンマで右を追いかけていくんですが、右をよりも別のパーティーがちょっとね、僕の目に映ってしまったので、そいつらを潰しに行きます。さあ、これ室内めっちゃやりやったのかな。ぶっちゃけね、右を追うのは無謀なんですよ。無理だから。絶対追いついて倒すことできないから、もう放置しておくしかないよね。さあ、これガンマ、驚きいる？さあ、滑っといて、次下から行こう。はい、これはね、戦況をかき乱せますよね、僕は。はい、ガンマ使って、はい、中に滑っていって、トドロキに対して当てていく。アルファは当たんなかったね。さあ、これベータ置いといて、雷の射線をカットしていきます。じゃあ、トドロキ君は倒しきる。あぶね、ダビが目の前ですね。ダビに対して、これガンマ置いておく。もう一回ガンマ使えるね。これもう一回ガンマ置いて、ダビが入ったね。ナイス。アルファ3発当てて、いいよ。さあ、これはベータも溜まっているけど、雷が今中に入ってきたね。ダビのガンマは食らいたくない。これは、ガンマが刺さってしまう。いいねー。やっぱ室内戦強いよな。オールフォーワンとかいなきゃマジで無双できんだよな。あの室内戦オールフォーワン、まあ、こういうちょっとね、天井の高さがあるとき、オールフォーワンってジャンプガンマ使えば、空中浮いて轟きの攻撃、普通に受けれるんですよね。それが強いんだよな。死柄木とか、めちゃくちゃオールフォーワンきついんだよ。どうしてもきついんだよ。浮いてる時間が長すぎるから。なんなら死柄木のベータの中心地にいても、オールフォーワンがベータ2回使えば受けれる。謎。浮きすぎだろ。さあ、これは味方の盾を作って、デクをシールドクラッシュしていく。で、トワイスも削っていく。あ、トドロキね、こういう戦い方もできるから楽しいよね。盾張って、自分で盾張って、自分の射線は通るけど、敵の射線は通んないみたいなね。面白い戦い方できますね。さあ、これガンマ使って、トワイス禁止なんじゃないか。これベータ打って、トワイス禁止、アルファで倒しきる。ダビもいるね。ダビも削っておいて、さあ、これガンマで、ダビに対して滑っていって、もう禁止なんでもう一回行くよ。もう一回滑って、はい、長いからね。先端当てていきます。さあ、これ角入れちゃおう。ダビはね、自己触るから、ちょっと厄介だから、先に始末しておく。さあ、今、ビル上から撃たれたので、ビル上警戒しながら、ちょっとムーブしていきましょう。全然大丈夫。ビル上全然大丈夫。撃ってこない。撃ってこないわ。全く撃ってこない。さあ、これ、ラピッドカードで上上がっちゃいましょう。さあ、登っていって、多分目の前いいんじゃないかな。ベータで爆を削って、ガンマで滑っておく。さあ、アンチガイ滑っちゃったね、ミスったね。さあ、これトガちゃんが結構瀕死だね。トガちゃん狙っていこう。アルファ打って OK。 切れたね。でもガンマ置いとけばベータは弾き返せるからね。トガちゃんに対してはこれが強い。突っ込んでくるキャラに対してガンマを置いておけば倒せるのが非常にね、魅力的です。さあ、これトゥワイスもアンチガイで多分ダウンするんで、ミリオいる。でもうワンパがフルで残ってんのかな。ガンマベータでトゥワイス削って、ちょっとコンプレス削っていく。さあ、これアルファ打つも右側にちょっと瀕死させられちゃうんだよね。でも一旦離れて回復しちゃいましょう。全体入れちゃう。これ全体多分入るね。
敵多分ね結構削れてるから今室内に入ってるかね。で右側がダウンしてるので2対3でワンパどっかにいるって感じですね。これはくるくるしながらバック号を削っていく。これバック号起き上がるぞ。ガンマ置いて早く削ってもう瀕死じゃない。ベータ置いといて OK バック号倒してきて、そしたらコンプレスが奥で縦構えてて見ましたね。あの僕のアルファを打ち返したところで無駄なんですよ。シールドがあるんですよ。はい、こっちのね、ベータの手がレベル2でもね、ベータは十分使い物になりますよね。さあ残りの爆豪が多分室内にいるので、これガンマで滑っていきましょう。さあガンマ滑りで倒しきる。室内戦闘が本当に強い。さあそれでこれ最後核入れちゃって GG ナイス。はい、というわけでね、トドロキ使っていきました。いかがだったでしょうか。意外とね、戦えなくはないんだよ。まあ、てか今のシーズン、てか今シーズン本当戦えないキャラなんていないんだよ、本当に。マジでいない。別に霧島も戦えるっちゃ、ちょっとネタでいじってるけど、普通に戦えるっちゃ戦えるからね。まあ、ただ環境的には苦しいよっていうのは間違いない。ランクマッチとかで勝てるイメージ湧かないんだよな、霧島とか本当に。そこら辺はちょっとむずいですけど、まあ、トドロキもそうだね。バイバイ。